日本最古とも言われる道後温泉のシンボル、道後温泉本館。明治27年に三層楼の上の湯本館が改築、以降有神殿、玉の湯棟、南棟、玄関棟が建設され、現在の姿となりました。その後平成6年には現役の公衆浴場で初めて国の重要文化財に指定、地域の宝を未来に受け継ぐため2019年1月営業しながらの保存修理工事が始まりました。2019年は主に玄関棟、南棟、有神殿、玉の湯棟の解体調査を進めています。排水管など温泉設備の更新のため、道後温泉本館の中央廊下を掘削したところ、深さ2メートルから棟管が現れました。この棟管は現在も営業中の上の湯浴室の排水管として、敷設当時から使用されています。道後温泉本館の営業を支え、温泉だけでなく雨水、地下水など全てをつなぐ最も重要な排水管です。棟管には時代が異なる2つの接続部分があり、上の湯本館棟建設当時から敷設されたと推測されるものと、昭和10年に建築物をそのままの状態で移動する建築工法である引き屋を行った際に現在の浴室の形に合わせて取り付けられたと推測されるものがありました。これが道後温泉本館のメインの排水管になります。でこれ見ていただくと分かるんですけども、こちらは無理やり接続した状態、こちらはあらかじめ用意してつなげようとした跡っていうのがこれでよく分かります。ということでこれは上の湯本館一番最初に建設当時の排水管であろうというのがその根拠です。これ色彩、この無理やり接続してある、これ今の温泉館ですけども、RC に昭和10年に建て替えた時の館なんですけども、これ無理やり接続してますんで、こちらは建設当時の排水管であろうという、そういう根拠になります。さらに道後温泉本館の変遷が分かる発見がありました。玄関棟は北側と南側で建設年が異なり、北側は大正13年に別の場所から移設したことが分かっているものの、南側の建設年度は不明でした。今回の解体調査で南側の天井板裏側に鉛筆書きの文字が発見され、昭和28年10月17日と読めることから、調査した結果玄関棟南側は昭和28年頃に完成したことが分かりました。また南棟では道後村と掘られている瓦が見つかり、建築当時の瓦と推測されます。南棟は何度も修理が行われており、その都度年代の異なる瓦が入り混じっているため、建設当時の瓦が残っていたのは大変貴重です。有神殿、玉の湯棟の屋根は昭和44年に檜皮葺きから銅板葺きに吹き替えられました。現在は時間が経ち緑青が吹いていますが、当初は光沢のある赤金色でした。正面の龍の鬼瓦を解体したところ、昭和44年の刻印があり、屋根の吹き替え時に作り直していることが分かりました。有神殿、玉の湯棟の銅板屋根は今後全面を吹き替えます。南棟の屋根瓦は使える瓦は再利用し、修理が必要な瓦は同じ部材の菊間瓦を製作し設置します。これから傷んだ部分の修理、構造補強、内部の組み立て、また屋根の吹き替えを行っていきます。